この春高が高校生にとって唯一の舞台、今女子1回戦八王子実践高校対長野の都市大塩尻高校の一戦が始まりました。最初からラリーになるか押し込んでいったキャプテンの1番の西原、真ん中から1年生で先発に抜擢された成瀬、真ん中から平強打できました。6対5、八王子が1点リード。今度は強打できました。それを拾っています。そして注目の大川、見てるのはもちろん日本一です。11対7、八王子が4ポイントリード。いいブロックマンだ、チラ切り返して大川がレフトに開いている。大川ではなくてライト側から1年生の成瀬を使ってきました。それを切り返したのは逆に都市大塩尻、いい反撃だ。もう一回伊藤が、いや伊藤バスカーズ、ここはあいいレシーブだ。えのき園が飛びついていった。ラリーを生んでネット上の押し合いになる。セットアップはライトの上島、ブロックフォローに入った。強打でくる、ダイレクトボールをしっかりと打ち切りました。中盤以降は抜け出した八王子実践高校、8番の伊藤真理凜、このスパイクをワンタッチでかけて、13番の成瀬、ライト側へサウスポーの上島、フェイント。しかし7点のリードを持って、これが25点目となるか。いや大川のスパイクは止めた都市大、今度はライトに振った。2枚替えで入ってきている野田のスパイクがこの25点目となりました。最後はこの全国大会用に用意してきた新戦術、2枚替えで押し切ってみせた八王子実践高校。第1セットは25対17で八王子実践高校が先取しました。クロスのスパイク、まさにクロスの強打を拾って、伊藤はブロックポイントにあった。かつての中学時代のチームメイトの前にブロックポイント。大事な場面を迎えています。強打できました、よく拾った。14番の江本、ファインレシーブから、そしてブロックアウト、素晴らしい得点を取りました。幅はよく見てるので、はい、下ばっかり見ないの。崩せば次のポイントはマッチポイント。それを許さないか、ネットに近い、リバウンドは取れない。逆にセットポイントは都市大塩尻高校。キャプテン西原のサーブ、セッターの口はクロスのスパイクはブロックワンタッチにかけた。フルセットへ、フルセットへ、勝負をフルセットに持ち込んでみせました。東京代表八王子実践対長野代表都市大塩尻高校の一戦はセットカウント1対1、これからファイナル第3セットに入ります。1点差に迫った八王子実践高校、迫られた都市大塩尻高校ですが、ここで伊藤真理凜、3点差、このボールは大川に上がるしかない。ブロックは2枚集まる。2度同じ過ちは犯さない。このボールはしっかりキャプテンが得点につなげました。ライト側へ、サウスポーの上島、つかに2点、決着の第3セット。伊藤真理凜、八王子決めるか、都市大塩尻高校、キャプテンの石原、大川が上げる、このボールはキャプテンに来る、リベロ江本が拾った、もう一球キャプテンに託す、また江本がクロスを拾った、こちらを打って西原のゴールが決まった。都市大塩尻高校逆転でこの1回戦八王子実践高校を下しました。